大竹のもっと言いたい放題今日はジャーナリスト、青木治さんのコラムですすはいいよろししくお願まちょっと前、まあ、つい先日ですけれども、保険証をなくすと 2>、うんで、2年後に保険証を廃止して、うん、いわゆるマイナンバーカードと一体化したマイナ保険証に切り替えるっていうふうに政府が突如発表した。うんはい まあこれもすでに報じられているしこの番組でももしかしたら扱ったかもしれませんけれども、うん、これまあ事実上カード取得が義務化されるということですよね,すね要するにだって保険証って医療機関受診するときに誰でも必要なので保険証がなくなったらマイナーカード1本だったらこれ取らなくちゃいけないということになるんだけれども、うん、この問題ねそのもうちょっと僕根本的に少し考えてみたいんですけれども確かにこれ、はいうん ね、コロナの時の給付金が速やかにこう給付できなかった時とかね、うん、あるいは被災あの災害時の支援なんかで、うん、こういうそのマイナンバーカード、まあ、昔で言う国民創生番号ですけれどもね、うん、があった方が便利だっていう,うな声があって、うん、それが事実なのは事実だと思うんですけれどもそれを進めている最近のこう政府の状況とねやっぱり対比するべきだろうと思うんですよ。うん、どういうういいこととか マイナンバーカードでこれまあ将来的にはまさにから医療情報とか金融機関の情報、うん、銀行の情報とか年金情報とか税務情報とかありとあらゆるものが串刺しにされるわけですよ。うん、でこのの情情報報って要すするに民の情報ですよね我々民の情報を国がこうものすごく把握しやすくなる、まあ、場合によっては監視社会になりかねないということなんだけれどもじゃあ国の情報はどうか。 っていううのを考えと思んですねつまりこの間ね考えてみたら例えば特定秘密保護法もそうだし盗聴法もそうだし重要土地規制法もそうだしマイナンバー制度もそうなんだけれども強引に推し進めてきた法律とかシステムっていうのは大抵国の側の国が統治権力が民の情報を集めたりそれから自分たちの情報を隠したりに有利な法律とかシステムばっかり作ってきてるんですよ。 その統治権力にじゃ自らの情報っていうのはどうなってるかって言えばね、うん、例えば公文書なんていうのはこれ僕この番組で何度か紹介しましたけれど、公文書管理法っていうのは公文書っていうのは。 健全な民私たちのもんじゃそうなんですよ。でそれを例えばある時は隠したりその前の段階として作らなかったり重要な政策決定でもね作らなかったり作っても隠したり捨てちゃったり場合によっては改ざんまでしちゃったというつまりわずかに公開してもほとんどが黒塗りののり弁みたいな状態になっているっていうことなんですよね。つまり こう統治権力側の情報はもう全て徹底的に隠す、うん、まあ見せない、うん、で一方で民の情報だけは徹底的に吸い上げていくっていうような状況で、うん、このマイナンバー制度っていうのが強行されようとしてるんですね昔でいうところのこれあの封建時代の政治原理ですけどいわゆる民はよらしむべし知らしむべからずっていうような情報だしねこれで僕考えなきゃいけないのはこれ、うん アメリカの大統領の 4, 4代大統領にマディソンという人がいたんだけれど、うん、この人が、ね、すごいいいことを言っているんですよ。うん、どういうことを言っているかというと、ね、うん、人民が情報を持たず、あるいは情報獲得の手段すら与えられていない人民の政府は、うん、喜劇、あるいは悲劇への除幕のどちらかである。うん、自分たちが統治者であろうと欲する国民は、うんうん 知識が与える力で武装しなんこれ逆に言えば今の日本の状況っていうのはどういうことかっていうと、うん、要するに政府は民の情報をどんどん吸い上げようとしていると。うん、で、うん、一方でその政府は、うん、あの情報、うんまあ、統治権力側の情報っていうのは我々どん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 隠されて知られないような状況になっちゃってる、うん、まさに室井が言ったみたいに我々のこう共有の財産なのに公文書にアクセスもできない、うん、作られない。 隠されちゃう捨てられちゃう、うん、黒塗りにされちゃう、うん、挙げ句の果ては改ざんされちゃうっていうような状況の中でこうマイナンバー制度が仮にこう利便性はもしあるんだとしてもねあるいはそのコロナのような時の給付金とか被災者支援で役に立つとしてもやっぱりこう全体状況を考えるとこのまんま強引に進められるような状況ではないもっと言うんだったらそれをやるんだったらやっぱり統治権力の情報国の情報を きちんとこう適切に公開をするようなシステムとバーターじゃないととてもじゃなくて危なくて任せせられませんよっていうそれと、うん、あの作らないんだったら保険証いらねえんだろうなみたいな感じじゃダメだよね、うん、重機ネットのこととかもあったんだからう、うん、こういうふうにシステムとして情報漏れがないように守られる、うんうん、こういうふうな感じになってるとか、うん、それと責任は自分誰々が取るとか。うん そういうふうな情報,不安にさせない情報だよねそうだからこのマイナンバーカードに関してもねこれはもうすでにみんな報じられていることなんですけれども、うん、要するにこの間ね2013年にマイナンバーカードの関連法を作って15年からこう個人にその番号を通知して、うん、でカードをやろうとしたんだけれど、うん、まあ今室井さんがおっしゃったような不安感とか不信感があって一向に広がらない。だから 最初は5000円のポイントつけますと、はい、で今年は最大2万円のポイントつけますと、はい、どっかマ満カード会社のポイントセールじゃないんだから <laughs> それをやっても49%しか広がっていないっていうのは、うん、やっぱり室井さんのおっしゃってるような不信感不安感、うん、今の政府で大丈夫なの、うん、っていう思いもあるのが分かるんですよね。それをを今度強引に保険所得つけちゃえばもうう取らざるを得ないだろう、うん っていうようなふうにしちゃうのは、どうも医師会なんかが反発しているようなので。医師会は要するにね、簡単に言うと、保険証と一体化したら、そのカードを読み取る機械を。病院に設置しなきゃいけないんですよ。どれだけお金かかるんですか。できないところあるよね。そうそう、だから、小さな本当にクリニックとか、こう。おじいちゃん一人でやっているようなお医者さんなんていうのは、そんなものはできないよっていうこともあって。 会が反発しているのでご存知のとおり医師会っていうのは自民党の一番の支持基盤のうちの一つだから速やかに行くかどうかは分からないんだけれどもそういう強引さの問題点に加えて僕は今日さっき申し上げたように国の情報と民の情報のこの今のアンバランスな状況で民の情報ばっかりが政府に吸い上げられる国家社会っていうのは 本当に不健全なんだだよそう言われてみるとそこを結びつけて考えなかったすごいやっぱブラックボックスが多すぎるよねただある程度政府には例えば軍事なんかでね全部はねなんかこうんか開示していけない部分もそれは外交とかねそれはあるだろうなというのは確かだね。そうだけど そうでも例えばおっしゃるに、うん、外交とか軍事とか、うん、そういう防衛とかね、うん、そのすぐに公開できない情報っていうのはもちろんありますよ。うん、でもそれもきちんと公文書を作って歴史として残して、うん、10年後なのか20年後なのか30年後なのか、うんうん、公開をする っていうことをしないと、うん、要するに統治権力の人たちは緊張感も何もなくなっちゃうんですよね。よ全然なんかすぐに公開できない文書じゃないか、うんまあ、じゃんこれまで隠してきたマカさんのこととかさ、ね、そうなんだよね。だから同じ軍事情報でもね、例えば、うん、あのあれだよね、ヘリコプターいくらで買ったなんつって向こうのいいねで買ってタケ、うん、なともっと安く買えただろうみたいなそういう話はね、あの別に分けて出してきても。 だからね、一つだけね、いい言葉があるんですよ。今ね、ワシントン・ポストってアメリカの代表する新聞ですけど、あのワシントン・ポストのホームページの下に、なんていうかな、スローガンが書いてあるんですよ。そのスローガンはなんて書いてあるかっていうんですよつまり、暗闇の中で民主主義は死ぬって書いてあるんですよ。つまり

やっぱり、あ、いずれ外に出るんだということになってくれば、うん、いい加減なことできないですよね。そ,うそれは、そのなんか、アメリカなんかはすぐ、そのなんか、何年か経ったらって言って、じ、うん、ゃ、全部開始するよね。そうなんです。だから、うん、例えば、ヒラリークリントンが使用メールを使ってたっていうの問題だったじゃないですか。うんはい、あれは。 漏洩する危険もあるけれど、うん、そんなその使用メール使ったら記録として残らないでしょううん、うん、っていうことでみんな怒ったんですがトランプが今回機密資料を持ち出したっていうのも怒ってるけど、うん、日本なんかは昔の重要な資料が元首相の家から出てきましたなんてことが、うん、平気であるわけですよね。はい、だからうん、うん こうマイナンバーカードを考えるときに国の情報と民の情報っていうのの,のバランスっていうのをやっぱり頭の中に置いて考えてほしい、うん、もう<え>、うん、そそ俺も質問で、うんでそれはその情報って今青木さんの言うようなことはどううややったらそうなるいやだからそれはやっぱりちゃんとこ公文書をね黒塗りにして出すなんていうのは許さないとか、うん、あるいはちゃんと作れとか、うん、あるいは特定秘密保護法なんて言ってる前に、うん、お前らの情報をきちんと公開するようなシステムだから情報公開 法をもっと整備していくだとかっていうような情報を出させるような法整備を我々は求めて作らせていく少なくともその公文書みたいなものはま10年後ま10年後には全部公開すると今公開してもなんノリ弁お時間になってしまいましたはい、青木治さんでした来週のこの時間はドブロックが登場来週月曜日は月曜レギュラー経済アナリスト森永卓郎さん登場です大竹のもっと言いたい放題でした